今回はですね、アゴダさんとのお仕事で旅行に行かせていただくことになったので、久しぶりの姉妹旅行ですね。緊急事態宣言とかあったので、ほんとね、旅行に、そうですね、行けてなかったから嬉しい機会なんですけど、行き先をね、ちょっとアゴダのアプリで選びながら、どこ行きたいですか？神社お寺系、確かにざっくりしてるけど、京都とかって今空いてるかな、どうですか？京都、京都はめちゃくちゃ行きたいなんかあんまり行きたくなさそう。違う違う違う、噛み締めただけ。噛み締めて、京都は本当に行きたいのよ。だから最後にだって行ったの、家族旅行で行った遥か昔じゃない、だってあれ確かに家族旅行じゃない、ここそうかもしれない。京都行きたい、アプリで検索します。おお、あ、当たり前だけどホテルがいっぱいあるわ。このね、アゴダのホームページがめちゃくちゃ見やすいという、条件検索がめちゃくちゃわかりやすい。おお、この金額で選べたり、あ、星評価で選べたりね。ほほ、そう、今アゴダさんでゴーローカルキャンペーンって言って、まあ、今こそそのね、日本国内を今一度旅しようっていうキャンペーンやってて、そんとね、そこから予約するとめちゃくちゃあのね、お得に予約ができるのよ。ホテル観覧めちゃくちゃ良さそう。めっちゃいいね。しかも人気スポットまでこれぐらいの距離とかすごい分かりやすく出してくれてるし、このアゴダね、すごい分かりやすい。予約完了までクリック数がなんか何少なくてポンポンいけて、すごく予約がめちゃくちゃ簡単だ。ちなみにアゴダによると、次の旅行で行きたい街3つは北海道、九州、近畿だそうです。確かにね、北海道と九州まだ行ったことない。それではアゴダで旅を予約できたので、早速行ってきます。イエーイ。さあ、人生3回目の京都旅、姉妹で楽しんでいきたいと思います。京都の人気観光地には私もミリもすでに行ったことがあったので、今回は新たな京都の魅力を発見しに行く旅行です。そんなわけで、私たちはずっと来てみたかった鞍馬寺にやってまいりました。姉妹で来れるのは嬉しいですね。嬉しいですね。そんなわけで、京都の、ね、魅力を存分にお伝えできればと思います。イエイ。I will wait on your border until you will let me in. Hand on my head, chest on my chest. To the sound of voices. 鞍馬寺は想像以上の山道でしたが、登って降りた時の達成感たら最高でした。さて、京都らしいランチしに行きます。美味しそう。おお、冷ややっこ。こういうなんか贅沢ランチを旅ならではでしていいんじゃないかというぐらいには歩いた。いや、確かに体力をリカバリーしないとこの後京都歩けないぐらいの。いや、マジ膝の笑い方やばい。もう今膝が笑ってます。膝草生えてます。かわいい。ここの冷ややっこは丸いってメニューに書いてあった。かわいい。金魚すか、モッツァレラチーズみたい。おお、めっちゃくちゃ美味しい。うわー、大丈夫です。うなぎです。うわー、うん、ビニですか。うん、ごちそうさまでした。今の時期本当に海外からのお客さんとかが全くいらっしゃらないから、めちゃくちゃやっぱ京都が空いてる。空いてるね。空いてる。でも、まあ、東京とかはそのまだ旅行が推進されていないものの、今こうやって旅行行くことによって、そのね、観光地とかを盛り上げられからというか、こう旅行してて来てくれてありがとうっていうのをすごく言ってもらったりするので、やっぱ旅行はするときにね、できるときにしたいなと本当に思いますね。そうね。エネルギーを貯めたところで、続いて貴船神社に行きたいと思います。キュキュー。
暖房遠くとも叶うべし。もう面白いねこの。そんなことあった？2人とも同じ16番すごいね。貴船神社を後にしてバスと電車を乗り継ぎ、京都駅近くのホテル神田まで一旦荷物を置きに向かいます。道中もアゴダのアプリで簡単に場所を検索することができました。いやこのアプリね、リアルに便利。ホテルに到着しました。なんか便利な位置、駅から、まあ、歩いて10分ぐらいなのかな。すごいいいよ、玄関からいいよ。玄関っていうエントランスで、ちょっと早速入っていきたいと思います。はんなりちょっともうちょっとクールに入ってください。ガッとおっと、いや、あなたらしいわ。ちょっと、はい、入るまでは騒がしかったですが、お部屋最高でした。素敵。え、何ここ、めちゃくちゃ素敵よ。でしかもね、このホテルも本当アゴダでピッピッピッって調べてて出てきて、大の大正解だわこれは。おお、え、素敵、待って、すごいいい香り、お風呂のいい香り、そしてシャワー、アメニティを、やっぱね、日本のホテルは充実してますよね。わあ、キヌードだ。これね、ここのね、私洗顔料とか大好きなんですけど、アメニティキヌードってめちゃくちゃいい。これね、ほんと京都のスキンケアブランドで。ちょっくら荷物を置いて、私たちは京都のカフェに行きたいと思っているので、行きまーす。京都女子旅といえば、素敵なカフェ巡り。喫茶ソワレで、レトロ可愛い空間を楽しみながら、ゆっくりとした時間を楽しみました。しかし、まだまだ行きたいカフェが多すぎるということで、はしごしちゃいます。グッドネイチャーステーションという2019年の12月にできた、1階は健康志向なマーケット、そして2階は雑貨屋さんや、この求めていたラウというカフェがある、注目していた複合施設に行ってきました。実はここ上がホテルになっていて、グッドネイチャーホテル京都という名前になっております。ここもね、アゴダで調べていて気になったホテルの一つです。次ね、京都行ったらここ泊まってみたいです。いいね、路地にやってまいりました。いい、京都っぽい、こういう提灯な感じ。万歳が食べられる石川さんで夜ご飯です。本当にもう、ごちそうさまでした。すごく美味しいお店で、ね、しかもすごくね、お会計したらね、リーズナブルでびっくりしました、ね、なんかああいうお店に行くと京都ならではだわっていう、ね、なんか大人な気持ちになるね。確かにいいわ京都。いや京都いいな。京都らしい夜ご飯を堪能し、鴨川沿いを少しお散歩して、ホテル神田に戻り、ゆっくりとお風呂で温まって就寝するのでありました。おはようございます。2日目の朝です。昨日はふわふわベッドのおかげで完全エネルギー復活な朝でございます。そんなわけで今日は彦根に向かいます。ひこにゃんです。で、琵琶湖に行くんですけど、やっと来れますね。私の大好きなウーバーワールドが生まれた土地、滋賀です。いや本当にやっと行けるので嬉しいです。なんかね、アゴダさんの調査だと、やっぱりこう今地方に旅行に行きたい人とかがすごく増えてるみたいで、まさしくって感じなんですけれども、初めての滋賀の空気をたくさん吸ってきたいと思います。それでは2日目も行ってきます。
ただいま私たちは彦根城に向かっております。ひこにゃんですからね。なんか雨降ってるんですけど、パラパラと。涼しいわ。おかげさまでとっても気候的に今ベスト。なんかいいね、滋賀ってすごいのんびりしてる。こんなに京都から近いって知らなかった。あれ、今回の旅で、ね、そう初めて知った。え、待って、城はどこだ。はい、ありがとうございます。殿だ。殿は多分城迷わないと思いますけどね。でも運んでもらってるから。あ、そうだよね。じゃーん、彦根城です。彦根城のトップに着きました。景色が綺麗、琵琶湖が一望できます。彦根城の景色を楽しんだ後は沢線で焼きたてのもっちもちのお団子をいただきました。美味しかったこれ。続いて向かうのはこちら。そばチョコだったり、少しちょっと難しいかな。難しそう。2つ玉を作る間に気に入ったのを2つ作ってもらうんですけれども、これがやっぱちょっとあの難しいというか、ちぎってしまったりとかされてしまいますので、そう結構ぐーっと力を挟み込みまして。あ、結構力入れるんですね。ちょっと話しかけたいね。なんだろう、なんでしょうね。こちらがミリの作品、こちらが私の作品です。2ヶ月後にお会いしましょう。2ヶ月後に届くみたいなので、それで美味しいね、ご飯を。私は美味しいご飯をたらふく食べると宣言した。そうなの。そしてめちゃくちゃ晴れた。ちょっとね、この勢いで琵琶湖に行きたいと思います。陶芸を思う存分楽しんだ後は念願の琵琶湖へ。さすがは日本で最大の面積と貯水量を持つ湖。美しかったです。本当にもうため息が出るぐらい息を呑むような景色が広がっていました。はい、そんなわけで彦根も大満喫いたしました。で、私たちはこれから新幹線に乗って家路に戻るわけなんですけど、今回そのね、旅のね、予約をさせていただいたアゴダさんの URL は概要欄に貼ってあるので、ぜひちょっとこれから旅を検討している方は覗いてみてください。本当におすすめです。それではこの動画を楽しんでいただいたという方は高評価ボタン、ぜひチャンネル登録お願いします。また次回の動画でもお会いしましょう。アミシーとミリシーでした。バイバーイ。